はい、みんな席ついて。はい、席ついてね。はい、ニューロン先生がね、授業始めるからね。はい。ということで、はい、やっていきましょう。はい。ですね、今回は、私の、モデリング講座をやっていきたいと思います。なんか、あれ前回ね、ゲーム講座で思ったんですけど、まだモデリングの方をやってないなと思ったので、はい、やっていきましょう。でですね、まあ、モデリングっていうと、まあ、3D ソフトを使うわけですが、まあ、例えば、マヤだったりとか、フュージョン360だったり、あとは、ライノセラス、あと、メタセコイア、うん。まあ、他にも、あと、スカルプトリスだったかな、なんてのもあるんですが、私が使うのは、はい、ブレンダーでございます。ですね、まあ、ブレンダーをなぜ使うかについて、まあ、説明しますと、私がよくゲーム制作でやってるユニティ、はい、そのユニティさんとの相性がすごくいいんですよ。で、まあ、ブレンダーの特徴はですね、まあオープンソースで、まあ、完全無料でして、また、日本語も対応してますし、マルチプラットフォーム対応、まあ、Windows、Linux、Mac、はい、すべて対応してます。あとは、モデリングやモーショントラッキング、動画編集、スクリプト編集など、いろんなことができるんですね。はい。結構ね、VTuber さんとか、まあ、あと、今言ってなかったですけど、Cinema4D なんかもね、あるので、まあ、私は、ブレンダーの方の講座をやっていきたいと思いますので、皆さん、ぜひ、見ててください。で、まあ、僕はですね、まあ、基本的に、その、まだ触れたことない人とか、その人、そういう人たちのためにも、まあ、やっていきたいなと思うので、中級者というかは、まあ、もう超初心者とか、それぐらい、まあ、結構簡単に分かりやすくやっていきたいと思いますので、まあ、そんなにね、気を張らずに、はい、まあ、ゆっくりやっていきましょう。ね。はい。ということで、じゃあ、まあ、準備しますので、じゃあ、これから始めます。はい。よいしょ。じゃあね、みんなもパソコン用意して、はい。ゆうさんとね、一緒にやるよ。はい。はい。では、モデリング講座第1回目、初級編やっていきたいと思います。ですね、今回作るものは、私の船に置いてあるカクテルグラスを作っていきたいと思います。まあ、結構ね、形は単純なのでね、まあ、初心者でも作れるかなと思いました。はい。なので、やっていきましょう。まずですね、ブレンダーを開きますとこんな感じですね。はい、2.79 バージョンですね。では、まあ、見ますとですね、ユーザーインターフェースがまあ、英語ですよ、本当。これじゃあね、多分分かりづらいと思うんですね。もう、Unity と一緒でもう何なんだこれって思っちゃうので、まあ、これをまず、初めに、日本語表記に変えましょう。ここのですね、ファイルをクリックして、ユーザープレファレンス、こうクリックします。そうすると、こんな風にね、また英語が出てきて、どれを押せばいいのかなって思っちゃうんですけど、システムをまず押しますね。したら、下の方にこのインターナショナルフォントって書いてあるので、これをチェックします。したらこれを、イングリッシュから日本語表記にして、こうですね。あ、ここを、日本語表記にして、こうですね。で、ユーザー設定の保存と、こうします。そうするとですね、日本語になるんですね。はい。こんな風に。はい。これでまあ、まあ、書いてあることは、なんとなく、分かってきますかね。まあ、でも、結構まあ、レンダリングとかね、まあ、知らない人もいらっしゃると思うんですね。ちょっと難しいですけど。はい。ですね。次はですね、モデリングをするにあたってですね、こう、まあ、まあ、結構視点変更が大事なんですよ。こう作るときに。例えば、前を見たりとか、あとは、ライト、トップ、バックとね。あとは、ここの、わかりますかね、平行投影と透視投影。これわかりますかね、平行投影だと、こんな風にですね、まあ、平面に見えるんですよ。まあ、いわゆるですね、まあ、例えで言いますと、図面とかあとデザインイラストなんかは平行投影となってますね。これなんかは、モデリングをする際に、例えばですね、机とかを作るときに、奥の辺と手前の辺が同じ長さに見えることによってですね、長さ合わせやこう角度の調整を容易にすることができるんですよ。で、あとは、まあ、こんな感じ、透視投影ですね。これは、まあ、現実に見えるような、一般的に現実世界をこう映しているようなものですね。これは透視投影と言います。はい。これは、まあ、レンダリングって言いまして、まあ、アニメーションだとか、あとは、この写真を作るときに
投資投影は生かされてきますので、そうですね、まあ、この投資投影と平行投影を、まあ、覚えておきましょう。はい、平行投影の方がですね、モデリングする際に使われる、投影方法ですね。はい、でですね、これはブレンダーの方では、まあ、基本的にデフォルトだと10キーでできるんですけど、例えば Mac だとか、あとは小さい PC、Windows の PC だとかは10キーがないじゃないですか。ということですね、まあ、小さい PC でもこうやって、視点変更ができるようにどうするのかなっていうのをね、まずそこを教えたいと思います。はいですね、ここのファイルをまず開いて、またユーザー設定ですねの、編集じゃないな、どこだっけな、入力、はい、入力の 3D ビュー、ここを押します。そうしますと 3D ビューのグローバルっていうのは、これまたクリックして、これ出てくるですね。で、この下に行って、下に行って、ここですね。ここ覚えてください。ビューテンキー、ここの、ここから、ここをクリックして、1番と入れると、その、ビューテンキーの動作が1番でできるということですね。これは、あれですね、ファンクションキーの下にある1から0まで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、0って書いてありますね。キーボードの上にある。そこを、まあ、小さいパソコンでも、そこなら、どのパソコンでもその番号はまあついていると思いますので、そこを使っていこうかなと思います。あとはシフトとか、ですね、ここからいきますよ。ビューテンキーからこう1で1、2、シフト3、3、シフト2、8、シフト1、4、シフト4、5、6、7で、ちょっと分かりにくいんですけど、この旋回ビューっていうのをシフト5にしてください。そうするとですね、まあテンキーがない PC でもちゃんと視点変更ができて使いやすくなります。これは私がちょっと考えたものなので、まあ、皆さんのね、個人の使い勝手もありますが、まあ、おすすめ一応しておきます。はい。ということで、まあ、できたら、ユーザー設定の保存をすると。はい、ここをクリックするんですね。で、ここを閉じてもらって、さて、ここからですね、やっていきましょう。はい。では、まず平行投影にして、これ、私の設定ですと、平行投影は8番ですね。はい、押してもらうと平行投影になります。で、2番で、フロントですね。はい、ではやっていきましょう。まずはですね、この四角形は今いらないので、あ、ちなみにですね、マウス、このグリグリやってるのはですね、ボール、マウスのボールをこうクリック、ゴロゴロすると拡大縮小でしまして、で、押しながら、マウスを動かすとこんな風に動かせますので、まあ、別に視点変更はさっきの言った番号で打たなくても、まあ、ボールでもできるので、それはまあ、あれですね、その使い勝手を理解した上でやってみてください。はい、すいません、話が長くなりました。ではですね、まず、こちらの今、オブジェクトモードですね。で、基本モデリングする際は、このタブを押してもらったり、あとはここでもできるんですけど、編集モードにしてからやります。ではですね、まずオブジェクトモードで X を押しますと、まあ、この、正方形はいらないので、はい、削除します。でですね、シフト A でメッシュ、立方体じゃなくて円柱をまず出します。はい、こんな風にですね。はい、円柱の作成はシフト A です。で、次に、メッシュ選択モード、コントロールとタブを押して、あ、すみません、間違えました。タブとコントロールを押すとこんな感じ出ますね。そしたら面を選択します。で、ちょっと上に上げて、ここの面だけですね。デフォルトですと右クリックで選択できます。本当はね、左クリックなんですけど、ブレンダーはですね、なぜか右クリックで選択なんですよ。そこはお気をつけください。で、そしたらですね、これを、G を1回押して、G を押すとグリップなんですよ。これで掴めるんですね。こんな風に。で、Z 軸に下ろしたいので、Z を押します。そうすると、こういう風に Z 軸だけに動くことができます。はい。で、ここまで引き下げます。はい、で、左クリックで確定でございますね。そしたら、縮小の S を押します。そうすると、こんな風にニューってなるんですよ。はい。で、ここで止めると。縮小の S ですね。で、次にここから棒を伸ばしたいので、押し出しというものを押します。それは E キーで E を押します。
そうすると Z 軸にこんな風に伸びるんですね。あ、ちょっと待った。もうちょっとさ、ちょっと SZ 短くして E で上げると。カクテルグラスのあれです、持つ部分になりますね、これは。まあ、これぐらいにしましょう。はい。で、E で押したら、もう一回、E を押して押し出します。はい。あ、よいしょ。これくらいにしよっかな。うん。うん。はい。そしたら、S を押して拡大します。ウィンと。これくらいにしよっか。はい。こんな感じですね。どうですかね、よく中にチェリーが入ってるようなカクテルグラスのね、原型っぽくなりましたかね。はい。まあ、結構大雑把な、ほんと初級クラスなので、ほんと単純なものしか作らないですが、はい。すいません、中級者以上の方はほんと退屈かもしれません。まあ、やっていきましょう。はい。ではですね、次に、面を差し込みます。面を差し込むのは、I を押してください。そうすると、今面が差し込んだ状態なんですね。で、それで左クリックと。で、今、ソリッドから、これがソリッドなんですけど、これをワイヤーフレームにするんですね。これでもできますし、あとは Z を押すと、ソリッドとワイヤー変えることができるので、まず、ソリッドからワイヤーフレームに変更して、この中身がね、スカスカなんですけど、見るようにします。そしたら、もう一回押し出します。ですね。あ、ちょっと待った、ちょっと。すいません、ちょっとグダグダになってしまって申し訳ないです。ちなみに、あれですね、戻るときはコマンド Z で戻れます。こんな風にね。で、先に進む場合は、コマンドシフト Z でこうやって戻れます。あ、進めますので、はい。これはね、いられとかフォトショーもそうですよね。ただ、戻るとか進むには回数制限あるので気をつけください。で、I キーで押し出しをします。今、上見るとこんな感じなんですよ。I を押すと、こうやって押し出しがされるんですけど、で、ここで I キーで押し出しをちょこっとして、面を差し込んで、それで、ワイヤーフレームした後、押し出します。E キーで。次、E ですね。で、次に、パスを中心に結合したいのですよ。パスって言っても、あれですね、この今円の面ができてるじゃないですか。ちょっとこんな風にこの面ができてるんですよ。これを中心にギュッとして、まあ、要するにこの真ん中にですね、集結させたいんですけど、そうする場合にはですね、オルトを押しながら M を押します。オルト M で、結合で中心にをクリックすると、こんな風にですね、中心に結合されました。で、まあスケスケの、ワイヤーフレームで見るとこんな風ですね。はい。わかりますかね？ちょっと。ですね。次に、まあ、ソリッドに戻して、Z でソリッドに戻してから、マテリアルの新規を選択します。マテリアルの新規、ですね。こちらの、この、オレンジと白と黒の方ですね。これマテリアル。はい。まあ、ここ長くやってると、こんな風に出てくるのね。で、マテリアルを、の新規を選択します。そうすると、まあ、こいつのマテリアルができるわけですよ。まあ、要するに、色とか変えたりとか、あとはテクスチャなんかも貼れるんですけど。では次に、このモデルにですね、ここに、カーソルを置いて、A を押すと、全選択できるんですよ、面を。はい。で、全選択、まあ、A でやってから、次、ディフューズでお好みのに変えれます。ディフューズってのはここですね。例えばですね、こんな風にカラーマットが出てて、赤にすると、ちょっと、よいしょ、こんな風に、いろんな色に変えられます。ほら、すごいね、カラフルだね。じゃあ、今回はですね、まあ、私の船にあるのは赤いワイングラスですが、ブルーなんかどうでしょうか。ね、色鮮やかなブルーいいじゃないですか。はい。ということで、まあ、色をつけます。あと、ここでもですね、よいしょ。こんな風に明るくしたり暗くしたりできます。よいしょ。0.8 と。はい。では、こんな風に、もうできちゃいました、モデリングは。はい、ここまででございます。
ではですね、次にレンダリングの方をやっていきたいと思います。レンダリングの準備ですね。はい。で、レンダリングっていうのは先ほど言いましたように、コンピューターですね、プログラムを利用して画像とか映像、あと音声を出力、生成することなんですが、今回は画像を、作っていきたいと思います。PNG 形式でね。はい。ということはですね、まずレンダリングした際に、カクテルグラス今見ても、あれじゃないですか、なんかプラスチックのみたいな素材じゃないですか。ね、見た目が。なので、ガラスのようなマテリアにするために、透過にチェックして、レイトレースを次のように変更しますと。はい、そういうことですね。まず、ちょっとここを上げますね。下の透過にチェックをして、はい、ここですね、チェックをして、はい、いきますよ。次のようにね、レイトレースを次のように変更しますよ。はい、いきます。α が0、IOR が 1.5、フィルターが1、深度が8でございます。ではですね、α、レイトレースですね。あれ？どこだ？ありました。これですね。α が0。これをまず0にします。ごめんなさい、間違えました。よいしょ。はい。レイトレースですね。レイトレースの、これは、0の IOR が 1.5。1.5 と。で、フィルターが1。0になっているので1にして、そして最後に、深度は8にします。はい。でですね、次に、これでですね、レンダリングしたいんですけど、ちょっとマテリアルにしますか。はい。今、スカスカですね。結構。これを、まず最初にランプをクリックしていただいて、これをですね、今、ポイントですけど、ヘミにします。そうすると、透過されてますね。こんな風に。これがもしヘミじゃなくて、先ほどのポイントですと、ほんと真っ暗なんですけど、ヘミにすることによって、カクテルグラス、物体全体に光が当たるという、あれですね、ライトになります。ランプですね。ではですね、ランプのアイコンを選択しましたね、先ほど。で、ヘミにして、そしてランプのポイントをヘミにしてから、こちらのエネルギーを5に選択します。はい、ランプの光を強くしました。で、レンダリングした際ですね、オブジェクトが正確に見えるようカメラの位置を調整します。1番を押すとですね、カメラの、ここの、この枠が、カメラの位置になります。これで、例えば、レンダリングすると写真がこのようにですね、切り取られるんですけど、これだと当然、ここね、見えなくなっちゃうので、カメラをですね、ここ、右クリックして、今、カメラ選択されてますね。ここでもいいんですけど、ここからクリックしても、これは左クリックできますね。で、このカメラを、正確な位置に調整すると。じゃあ、一回、グリップで掴んで、こんな風にですね、言います。はい。したら、レンダーをクリックしましょう。はい。じゃあ、まずですね、その前に、これだとちょっと粗い、プリセットだと粗いので、私、何使ったかな ?HDV1080px。HDV。ちょっとこれでやってみましょうか。はい。1080px でレンダリングします。そうするとですね、はい。どうですか？先ほどまで、あれですよね、プラスチックっぽかったのが、レンダリングするとですね、こんな風にガラス調になるんです。はい、こんな風に、できました。で、レンダリングができたら、画像のここを押して、画像を別名保存と。で、普通にデスクトップに入れて、で、保存するだけで、あと名前も書いてですね。はい、これで保存されるということです。どうですかね、できましたが。あとはですね、別に、ブレンダーレンダーはすぐできるんですけど、もっと綺麗にやりたい場合は、ここのサイクルレンダーとかでやるともっと綺麗にレンダリングができますので、ぜひ、そこはね、他のサイトとかでも見てやってみてください。はい。こんな感じでモデリングできました。はい。以上になります。
はい、無事作れましたでしょうか、私のカクテルですね。はい、ですね、まあ最初は本当超初心者向けの講座をやらせていただきましたね。まあね、なぜこんな結構簡単なものからやらせていただくかというと、まずはあれですよ、皆さんにですね、前にもゲーム講座の時も言ったんですが、作る楽しさ、まあ、面白さを知っていただきたいなと思って、こういうふうに、まあ、誰でも作れるようなものをねちょっと企画してみました。はい、まあそうですね、まあ、作る喜びを知ってもらって、皆様の、生活を、ね、少しでも豊かにできたら私としては、嬉しい限りでございます。ということでですね、まあ次回も、まあ、おいおいね、また今度はもうちょっと、まあ、凝った、モデリングなんかもやっていけたらなと思いますので、皆さんまたお付き合いください。はい、ということで私のね講座は以上になります。皆様、見ていただき本当にありがとうございます。ではまた来週、さよなら、バイバーイ。